皆さんこんにちは、放課後トワイライトのマッティです。そして、あ、どうも、ショーでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今回はですね、すごいですよショー君。今までラジオだったのに今回はビデオで動画でやるという。まあね、君がやりたいって言ったからだけどもうちょっとさ、協力的になってもらっていいですかで、今回何するかっていうとですね、動画じゃねえわ、フィギュアの開封レビューですね。で、今回開封するのはこちら、ダダン。レゾリューションオブソルジャーズっていうシリーズのドラゴンボール Z の孫悟空のフィギュアと、もう一個同じシリーズのスーパーサイジンベジータのフィギュアですね。どうですか翔くん。いやー、だからこれはどうやって手に入れた。まあ、これはまあ、これはドラゴンボール Z のドッカンバトルっていうゲームがあるんだけども、まあ、翔くんもやってるよねのゲームとコラボにしてて、要はこのフィギュアの、姿をした悟空が、まあ、キャラクターカードとして出てて、まあ、それが LR 悟空っていう、新しいこの間、今このちょっと前ぐらいからイベントやってるやつなんだけども、で、まあ、実装、コラボで登場して、で今回はそれの新しいシリーズとして第2弾として、ボリューム2でベジータが出てきたと。でこちらは、この天下一武道会、今のイベントで天下一武道会ってのがあるんだけども、そこの100位以内に入ると、まあ、手に入る、もしくは抽選で手に入る、7777名に当たるっていう、まあ、企画だったんだけども、まあ、僕はどうしても欲しかったから、これはラウンド1って言ってのクレーンゲームで取ってきました。あ、クレーンゲームで取ったの。これはクレーンゲームで取りました、まあ、これもクレーンゲームで取れるんだけども、でただこれクレーンゲームちょっと僕、まあ、クレーンゲームいろいろやるんだけども、ちょっと僕初めてやるような仕様の台で、この人形1万ぐらい使っちゃったのね。で、さすがに、1万円買いで取ったのか。そう、で、さすがに、これ1万円はきついなと思って、今回は、ベジータの方は、買いました、アマゾンで。これ、いくらだと思う、これ。これ、いくらだと思う、これ、ベジータ。わからない、いくら。これ、1700円だったの。これ1万円取ったのに1700円で取れちゃ、買えちゃって、なんかまあただね、なんか頑張ってこう時間かけて取ったっていうあれはあるんだけども。すごいわお前、そこの情熱。そう、早速じゃあもうレアですね、かなり。そうで、まあ、今回は早速開けていこうかなと。でどっちか開けていくかっていうと、まあ結構もうこれは毎回あるんで、もう開封動画って結構あるので、今回こちらから開けていきたいと思います。開けてください。開けるとこは見れないのね。いや、それ映してやるよ。ちょっとうまく映るか分かんないんだけど、箱が、あと箱かが開けるとこんな感じになってますね。ダンボールに包まれてる。ダンボールに包まれてる。ベールに包まれてる。そう、ベールに包まれてる。で、この中に衝撃的ですね。ババン。あ、出てきた。首が取れてる。こんな感じ。ショッキングすぎる。そう、首が取れちゃってる。映しちゃダメな。あと多分台座が入ってるはずなんだけども、台座はあったかと。台座も入ってない。ビール取れた途端にとんでもない状態で出てきたじゃん。そう、首がないっていう状態で。いやビールの包み今あった。でこれをちょっとマジックじゃねえかお前マジックなのかな、わかんないけど。いやねえ、この箱取ったら、はい、僕の首ありませんでした。ちょっと組み立てます。でもね、俺いつもね、人形取っても、ずっと箱入れっぱなしなの。あ、そうなの。うん、なんかもったいないなと思って、箱かっこいいし、箱のまま置いとくのがいいのかなとか思ったりするんだけど。うろいな。だから今回はね、もう初めて、今映ってないから、この首をはとれてる状態は。そっか、映ってないのか。そう、グロいからね。俺も今びっくりしちゃった。グロいんだろ。はい。出来上がった。はい、ということで、悟空完成しました。いきます。完成しましたか、どうですか。じゃじゃんという、こういう感じでございますね。でもなんかやっぱちょっと、かっこいいな。そう、やっぱ表情がね、かっこいいんだよね。こんな感じで。そう、色とかも、結構ね、こう、なんか、なんだ、戦った後的なさ、傷が、服に、ね、傷ついてる感じとか、出てて。この格好自体はさ、なんかこう、原作であったっけ。でもなかったんで、ないんだよね。オリジナルっちゃオリジナルだよね。うん、オリジナルで肩を
肩凝っちまったぞっつってそう、おめえ弱すぎて肩凝ったぞっつってでもこれあれだね、なんかさ LR 悟空のさあのゲームに出てくるさあれあるじゃん、キャラクターカードよりもやっぱかっこいいね、こっちの方が。あ、じゃあちょっと暗い感じとかちょっとね、うん、闇の感じをちょっとイメージして、うん、強さ。でもこれあれでしょ、スーパーサイヤ人孫悟空でしょ、2とか3じゃない。そう、スーパーサイヤ人フリーザーとかと戦った時のあれじゃない。あ、なんかでもやっぱそれがなんか一番かっこよかったりするよね、シンプルだからって、うん、そう。で、とりあえずじゃあ次ベジータ開けていきちゃう。ね、時間かけすぎたね、悟空に、うん、1700円くらいで手に入れたベジータ。たださ、このベジータはさ、ベジータは自体は、いや、ベジータ自体はさ、あ、よいしょ、ベジータ自体はあれじゃない、翔くん、またベールだよ。ベール包まれてる、それはだってグロいもんだって、多分食い取れてる、多分これも、これスタンドで多分ね、多分取れてるよ。ちょっと待って、確認してみよう、確認してみましょうか。ベジータの首は取れてる。あー、取れてるね、これ取れてるから、ちょっと取れない。あ、分かった取れないよね映せないわ、これは。そうで、ベジータはさ、実際スーパーサイリーになったのはちょっと後だよね、人造人間の。そうだね、自分がその弱いがゆえにちょっと切れてなったっていう、そういうね、エピソードありますけど、ね、俺はスーパーベジータだって現れたんだから、どうしよう。まあでもね、だから次はね、1700円でかかったら1万円だとって相当怒ってると思うよ。で、実際この悟空も多分アマゾンで買えば同じぐらいの値段で買えたと思うんだけど、うん、で今回そのドッカンバトルでこのベジータがその次の LR キャラクターになるんじゃないかっていう風な噂があるんだけども、あー、でもそれちょっと欲しいわ。このベジータかっこいいよね、うん、でまだ映ってないんだけど、よいしょ、そのパッケージ見る感じでは俺結構そうかっこいいなと。ほら、こんな感じなんですけども、まさそこそう、こんな感じで。ベジータの服ってさ、うん、まあその何、サイヤ人の着てる服、肩パットが外れたバージョンだよ。そうそうそう、大体ブルーを上としてる。え、紫もあったかな、紫あったっけ。ちょっと紫ってあれだよ、人造人間の時。ああ、そうそうそう、人造人間と戦った時にこのバージョンになって。原作のなんかバトルスーツの色よりかはちょっと薄いのかなっていう気はする。あれはどう違うの、肩パッドついてんのとこのバージョンと。いや、肩、あ、このバージョンはもともとなんだっけ、あ、ベジータ、え、ブルマが改造したみたいなことなの。あの肩パッドあるバージョンとないバージョンがあるんだけど、もともとフリーザ軍ね、あの色には。ただこの肩のこのなんていうの、黄色い個線あるじゃない、ここ、うん、ここが実はそのフリーザ軍のやつはないんだよね、なくて同じようなこの白い鎧がこう白でこうパーって繋がってるような感じなんだけども。そうか、あれそうだ、フリーザ軍のやつだったんだ。そうで、これはそのこれ肩がさこうなってるじゃん、これはあの、まあ、ブルマ改造したやつね。ああ、なるほど、なるほどね。ね、服もね、GT になってね、ちょっと筋肉を意識するような服になったりと。ベジータは割とおしゃれなイメージあるな。これ足がさ、うん、つかない、もうはまんない。よいしょ、よいしょ、これではまるか。あ、これ、ね、あ、はまったはまった、よし、こんな感じです。じゃんと悟空と並んで、ちょっと口元に塗って、ご飯の後かな。ご飯の後じゃねえよ、なんそれ、なんその私生活出てるよ、肩凝ったぞとは。ご飯をごちそうさまみたいな。うまかったぜっつって、多分それでね、嬉しすぎてサイヤ人になっちゃったかもしれないし。あー、でも並べるとかっこいいな、これ。でしょ、かっこいいよね。もうね、この並べたくて俺は。この二人のこの格好のシーンでさ、敵と戦ってる、敵と戦う前のなんかシーン見たいよね。ね、なんか。わ、かっこいいな、ちょっと。劇場版でありそう。ちょっとこう回していくとこう。よし、やってやるぞ、カカロットみたいな感じでさ。おー、ベジータみたいな感じでいいな、これ。もうかっこいいよね、これもう最高。もういいなー、ちょっとこれ。だってなかなかこの2人の後ろ姿とか見えないからね、アニメとか原作で。こうやって、あ、いいね、後ろ姿。そう、かっこいいよね。いやー、なんかこうクリリンとかさ、やりとしてんねん。もうね、なんかだからな、もう今回この悟空だけ撮った時は飽きないで行こうと思ったんだけど、このベジータ出てきちゃった時は、あ、もう並べて飾ろうと思って、珍しくね。あと開けてない箱がね、なんか10個ぐらいあるんだけど、でも
そうそう、これだけ開けて、でサイズ感もさ、結構なんだろう、小さくてさ、結構この土台が、だから結構あんまりなんだろう、スペースも取らないから机の邪魔にならないなと思って、だからこれはもう机で飾っとこうかなって思って。あ、いい、羨ましいわ、ちょっとでも。そうそうそう、はい、ということで今回はレゾリューションオブソルジャーズのドラゴンボール Z の、ボリューム1、孫悟空と、ベジータ、ボリューム2のベジータを配布してみました。ということで皆さん、またさよなら。さよなら。